隠居金名速稼塾の久保でございます。今までの記事を見ていますと、最新版ではね、11月4日のインタビューを見ている限りは、結局はですね、低所得者向けの限定的な給付金に落ち着きそうなのが、まあ、第2次定額給付金なのかなというのが私の印象ですね。まあ、そちらの方の記事が今出てますんで、ちょっと確認しながら読んでいきましょう。で、その前にね、麻生財務大臣なんですけども、やっぱりね、公式の場でもうお金はいらないだろうということを強く言われてます。麻生財務大臣、以前はどんどん国民にお金を配るべきだって言われてたんですけども、私が思うところ、2010年ぐらいかな、総理大臣の時期ですけども、そういうことを言われてたような記憶があるんですよ。で、当時、時を前後して、金融担当していたのが、大の仲良しのね、中川翔一さんだったと思うんですよ。中川翔一さんは、明帝会見っていうね、不名誉な名前を付けられたまま、政界を引退されて、そのままお亡くなりになったというね、そういうふうな、不遇な経緯があったんですけども、それを間近で見た麻生財務大臣は、何がしか考えるところがあったのか、もうその国の財政っていうものに手を突っ込むと、財務省でもない、もちろん政権でもない、わけのわからないところからの圧力によって、まあ、自身に追い込まれるっていうことをもしかしたらね、感じてしまったんじゃないかなと思いますよね。まあ、この辺はね、また別のチャンネル、都市伝説のコーナーでやらせていただこうと思いますけども、今日のところはね、麻生財務大臣が抵抗している中での菅総理のちょっとね、こう拍手喝采とまでいかなくてもよくここまで言ってくれたっていうところが記事に上がってますので、そちらの方を一緒に見ていきましょう。それではね、切り替えていきます。タイトルなんですけども、全体見ながらやるべきことを躊躇せずイコールで書いてますね。低所得者向け給付金でということで菅総理が言われています。これだけ見ると菅総理はやっぱ限定的なね、給付金に今回はとどめて年を越していただくっていうふうに言われているのかなと思いますけども、記事はこういうふうになってますよね。ロイターちょっとね、朗読させてもらいますね。菅総理は4日の衆議院予算委員会で低所得者向け給付金を実施するかどうか問われ、コロナが経済に与える影響や内外経済動向を注視しながらコロナ感染拡大を防止して経済を回復させるのが基本と指摘した上で、生活困窮者が年を越せないことがないように全体を見ながらやるべきことは躊躇なくやっていくと述べたということでございます。解説をね、立憲民主党の後藤さんが付け加えてくれてますけども、1、消費税減税、2、所得税減税、3、低所得者向け、給付のうち減税を首相が否定するのであれば、せめて低所得者向けの給付金を実現するべきだと訴えたということですね。ということなんで、はい、終わりましょうかね。菅総理は低所得者向けへの現金給付には前向きだということが、まあ、見て取れます。ただ麻生財務大臣兼副総理はですね、あくまでもお金を出すことを渋っているっていうのが現状でですね、この2人のせめぎ合いがこれからどうなるかってことなんですけども、繰り返し申し上げますけども、私が言ってるのはね、この菅総理の事務所に菅総理を応援しているメッセージをどんどん出していって、給付金ぜひお願いしますと、できれば全国一律でと、国民一律でってことをね、要望を上げていきましょうってこと。そして麻生財務大臣の事務所には、麻生さんもちんぷんかんぷんだ、あなたはと、私たち国民が期待してあなたを押し上げたあの一票を忘れてるんじゃないですかと、麻生さん、あなたは昔インタビューでね、もっともっと国にお金を配るべきだっていうふうに言ってたじゃないですかと、それを信じて私たちはあなたを今の地につけたんですよってことで苦言を呈するということですね。なおかつ麻生さんのいろいろと言うけども、結局は国民にお金を配ることを同意された春のね、決断は素晴らしかったっていうふうに持ち上げるところも忘れずに、指摘するところは指摘してって感じでね、電話したらどうかなと思います。そして官邸のメールに関しましては、やっぱりね、官邸のメールを読み上げてくださっている方にまずは配慮ですよ。この度は私のメールをご覧いただきまして本当にありがとうございました。今回はね、どうしても伝えたい国民の現状がありますので、総理にお伝えくださると幸いです。少なくとも官邸内でね、似たような声がたくさん上がっていると思いますので、これが国民の声だと思って
ご理解くださいということで、前提を書いてからぶち込んでいくって感じですよね。で、あの名前も名乗らずに挨拶もせずにがなり立ってたらダメですよ。やっぱりメールを送るとか電話するってことは、まずはそのメールや電話に対応してくださった方への配慮が大事ですね。みんな労働者ですから、官邸にいてメールを受け取る方も、事務所にいて電話を取る方も、本当にね、同じ立場の労働者ですから、まずは仲間をねぎらうことから始めてくださいね。それが私の願いでございます。ということで失礼します。間違っているところはあるかと思うんですが、一番問題なのは財政を再建することではありません。今日本で一番問題なのはデフレーション。戦後第二次世界大戦が終わって今日まで、デフレーションによる不況というのをやった国は世界中一つもあります。みんなインフレーションで不況をやったことが得意でした。ね、だからディフレーションってないだから。それを日本は正確には1990年、もう少し詳しく97年からだと思いますが、これから今日までずっとディフレーションというものをやった。すなわち需要が足りない。だから国内の需要がない。需要がないということはお金を借りて設備投資をする人がいない。したがってお金を借りに来る人がいない。だから銀行にとってはお金を預けられたお金を貸し出し先がない。これが日本における最大の問題です。デフレーションが問題だ。しかも資産、土地とか建物、資産のディフレーション。これが最大の問題だ。したがってこれをどう克服するかというのが日本の経済というものみたいな最大の問題。財政再建というのはその後の話であって、したがってお金を借りに来る人がいなければ、誰かが借りてくれなければ、デフレーションは止まりませんから。そうすると、今、国民は貯金を崩さない。企業も設備投資をしない。物は買わない、作らない。ということになると、これはデフレーションをずっと続くわけだから。そういう時に使ってくれるところ、政府しかないんです。ところがよくわかってない人がいて、政府がお金を借りるのは国が借金していると言ってる人がいる。全然違います。国というものは、経済で言えば政府という主体、個人という主体、銀行という主体、民間企業という主体、いろんな経済主体があります。その中で政府が借金してるからね。で、簿記がわかってる。帳簿する。簿記がわかっていれば、政府が借金しているということは、100万円借りてれば、100万円必ずその反対側に貸してる人がいる。貸し方、借り方ってのはそうやってバランスがあるんですから。いわゆる帳簿です。簿記。貸し方と借り方は常にバランス。だ政府が1000の借金が増えりゃ、貸してる方に1000の債権が立つ。政府が借金してる。貸してるのは個人であり、銀行であり、企業が、国債という名前で銀行が買う。個人が買う。政府の債も買ってるのは債権ですから。したがって、国が将来に借金を持つ。違います。国に残っているのは政府の借金と民間の債権と。95% は日本人が日本円で買ってる。残り 5% は外国人が日本円、円だけで買ってる。したがって、満期になったら、日本の政府は、日本円だから、自分でお金を吸って返せばいいんですよ。どうで返す必要ないのか。円で返せる。そんなことだったらインフレになって、今デフレなんだから。インフレの心配する。まずデフレの心配もないです。今デフレなんだから。そのこと言ったら日本の信用は、もし信用がなくなっていると思えば、日本の国債の金利は上がらなくてもおかしい。ギリシャの国債は多分 13% ぐらいついていると思いますが、日本は10年もの国債で 1.1 ぐらいだと思いますね。この20年が一貫して下がってますから、日本の金利は。だからその意味では、日本の国債というものは、国際的に見ても信用があるんだって、そういう政府が、今、国内の需要がないだから、その需要を満たすためには、政府が余った、銀行に余った、借金の返済が起きて、預金が増えて、借りてくれる人がいないから、銀行に増えちゃってる、返済されてるお金、誰かが借りてくれないから、銀行は、全然立ち行かなくなる。したがって、その余ってるから、何十兆、三十兆、借りて使う、40兆、借りて使う。何に使う？将来の日本の国の生産性が高まる。例えば、港湾の港が今から推進のもと深くなるからいいかとか、新幹線を全部、九州から北海道まで繋げないかとか、電信橋を地下に埋設するとか、古くなったトンネルをきちんとするとか、やることはいっぱいあります。今は土地は安い、金利は安い、工事費は安い、工期の時間。やるなら今なんですよ。そうやってやります。そうやって景気が良くなったら、その段階で、法人税が入る、所得税が入るし、いろんな形での税収が増えますから、それで借金を返していけない。それでも足りない場合、景気が良くなって税収が増えても足りない場合は、その時はすいません。これだけ高齢化の比率が高くなってくれば、すいませんけれども、皆さん方、今のような中福祉を望んでやるんだったら、中負担に置いてください。したがって、福祉を、目的を果たすために、消費税を何パーセント上げてください。という話をするのが順番。したがって、根本は、日本の国全体に需要がないために、デフレーション、ギャップと言われるものが起きちゃってる。このデフレーションをどうするかというのは、今最大の問題なの。僕はこういったことが意外と分かってるのは、僕はネットの世界では、武蔵高橋が一番分かってるかなと。僕にはそういう、リチャード君とかいろんな人がいますけども、こういったことが分かっていない、インフレしか分かっていないコメンテーターとか、インフレしか分かっていない経済学者っていうのが分かっていないことを言うから話が非常に混戦しているけれども、日本というのは決しておかしなことではないんであって、そういった意味では国際的な評価も高いから聞いてください。どうかな？民主党政権の時代に麻生氏が言わ